爆縮レンズ。爆縮レンズとは原子爆弾に各分裂反応を発生させるための技術の一つである。爆発をレンズのように修練させるためでレンズと直接の関係はない。原子爆弾の構造は大きく分けて頑張れる型、広島市に投下された原子爆弾、リトルボーイに代表される方式とインプロージョン方式、長崎市に投下された原子爆弾、 ファットマンに表される方式の2種類に分類されるが、爆縮レンズはインプロージョン方式の中心となる技術である。ガンバレル型は構造が単純であるが、プルトニウムを使用できず、濃度90%以上の高濃縮ウランを用いるしかない上に、小型化が難しく核分裂の効率も低いため、使用された唯一の例は、広島のリトルボーイにおいてのみであり、 人類初の原子爆弾であるトリニティ実験のガジェットと長崎のファットマン以降の世界の原子爆弾の多くが爆縮レズを用いたインプロージョン方式となっている核砲弾には頑張れる型の採用例がある。プルトニウムを用いる原子爆弾では確実に核分裂反応を起こし超臨界状態にするために周囲から強い力をかけて中心部を圧縮する。 必要がある。このように、周囲全体から圧縮をかけることを、インプロージョン、爆縮という。爆縮には、火薬が燃焼した時に発生する衝撃波を用いる方法が考案されたが、中心に、休憩のプルトニウムを置き、その周囲を火薬で、ぐるりと包み込んで、電気仕掛けで複数の位置から点火しただけでは、それぞれの点火位置から最も近いプルトニウムだけに、 力圧縮力が先に到達してしまい、各分裂反応が発生しない。また、圧縮力の到達に、ムラが生じると、プルトニウムもろともコッパミジンに飛び散ってしまうため、プルトニウムの周囲全体に均等な力を同時にかけ、圧縮力が逃げないようにすることが必要とされた。マンハッタン計画の科学者らは、爆破加工に用いられていた爆薬レンズを応用し、 燃焼速度の速い火薬と遅い火薬を組み合わせる方法を考えた。休憩のプルトニウムの周囲を火薬で包むという構造は同じだが、前述のように展開地に近いプルトニウムだけ先に衝撃が伝わることを防ぐために遅い火薬をコブ状に追加した。これにより、展開地の近くで先に伝わってしまう圧縮力が速度の遅い火薬のコブで減速され、少し遅れて、 プルトニウムに到達するようになる。逆に、点火から離れた位置では、速い火薬が多くなっているため、圧縮力が高速で伝わるようになり、球形のプルトニウムのすべての位置で、圧縮力と伝わるタイミングが一致するようになった。この圧縮力の伝わり方が、レンズの中の光に似ているため、爆縮レンズと呼ばれた。開発に至るまでは、火薬の燃焼速度等、 様々な条件が一致することが求められ、当時の火薬学で用いられていた CJ 理論では取り扱えないほど精密な計算を要求されたため、新たにジョン・フォン・ノイマンらによって ZND 理論が開発された。ZND モデルでは先行する衝撃波は不連続面として扱われるが、双極型便微分方程式を差分禁止で、 数値的に解こうとすると衝撃波の不連続面は得意点になってそこで解が発散してしまい計算する子ができなくなってしまう。そこでジョンホーノイマンは人工年性の概念を取り入れることで情報物型便微分方程式の差分近似に置き換えて計算することに成功した。その結果曲がりなりにも衝撃波の数値計算ができるようになった。しかし ZND 理論は大変に複雑で膨大な計算を要したため1940年代当時のロスアラモス研究所に集められたジョン・フォン・イマンダの数学者たちの手によっても優に10ヶ月以上の時間を要した。当時はコンピュータがなかったためである。計算の結果、点火装置の数とそれに応じるように配置された火薬のコブは原子爆弾1つにつき32個が最適であると 結論された。しかし、当時の起爆装置では32個の雷管を同時起爆する際に生じる誤差をナノ秒単位に収めることができなかった。そのため、新しく起爆電強線形雷管が開発された。原子爆弾が32面体、切れただき20面体の構造を取ることは当然、機密であったが、マンハッタイ計画に参加したセオドアホールラ科学者の一部は、 将来アメリカが核を独占する世界になることを怖て、これらの情報をソビエト連邦に流した。ソビエト連邦はこれをもとに、第二次世界大戦後すぐに原子爆弾の開発をはじめ、スパイや共産主義思想を持つアメリカ科学者などからの継続的な技術情報の友を受けながら4年後の1949年8月29日に核実験 RDS-1 を行った。 その後も、爆縮レンズの構造は、機密扱いであり、トリニティ実験の映像なども一部がカットされた状態で公開されていた。特に点火装置の位置や数は、当時の最高機密に属するものであった。最初の爆縮式原爆である、ファットマンでは、爆縮レンズの爆薬だけで2500キロにもなり、重量の半分以上を占め、 直径は137.8センチと大きく原爆が大型化する最大の原因になっていた。このため、後年では爆縮レンズの小型化が重要な課題となり、様々な方法によって最終的には直径30センチに収まるほどにまで小型化されている。爆縮レンズは極めて高度な技術である。単純な爆発の動機。 圧力の均一化だけが問題なのではなく、他にも様々なノウハウが必要であるため、他国の設計や装置の単純な流用も困難である。しかし、実際にはインドに続いて2006年に非先進国の北朝鮮がプルトニウム型の原爆実験を行い爆縮レンズについて一定の成果を得たとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。